通告順位3番、席番号1番、早山久美子君の一般質問を紹介いたします。早山久美子君。はい、早山久美子君。議席番号1番、通告番号3番、ただいま議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。今、少子高齢化と言われておる中で、寺町も学校再開ができたことに、すごくもう嬉しく思っていますし、この次、高齢化、少子の次は高齢化だと思います。で、その高齢化について、今日の第1番の質問として、高齢者福祉の対応についてをお伺いいたします。で、介護施設の事業再開については12月の定例会において福島県の担当者と具体的な協議に入ったとご答弁がありましたが、この後のどこまで進んでおられるのか進捗状況をお伺いいたします。また過失の議会全員協議会においていわき市南部に計画している施設の規模は50床、グループホームは9床であることを説明されました。希望されている人数にもよりますが、この規模で間に合うのかどうか、今後利用者が増加した場合の対応をどのようにお考えているのかお伺いいたします。さらに双葉町町民は県外あるいは会津中通地方においても避難生活を送っておられると思います。こちらの対応についてもどのようにお考えかをお尋ねいたします。はい、町長湯沢志郎君。はい、町長。1番、早間久美子議員の一般質問の通告書にお答えいたします。1番目の高齢者福祉の対応についてでありますが、高齢者福祉の対応について、介護施設の事業再開について、その後の進捗状況についてのお話でありますが、福島県と事業主体であります社会福祉法人が事業の調整を行い、さらに避難先自治体には、議会全員協議会で説明しております内容を、福島県が中心となって説明したところであります。現在、社会福祉法人においては、建設予定地の地権者に対する用地交渉中と伺っております。本日の議会全員協議会において、いわき市南部に計画している施設の規模について、その規模で間に合うのかとのお尋ねでありますが、双葉町で運営しておりました特別養護老人ホームは、老人福祉法等に基づいて設置されたものでありまして、事業主体はあくまで社会福祉法人であります。社会福祉法人の運営に関わる内容となりますので、答弁は控えさせていただきます。町として社会福祉法人の事業再開に関わる関係機関との調整や側面的な支援に努めており、早期に事業再開ができるよう指導してまいりたいと考えております。双葉町民は県外あるいは会津や中通り地方において避難生活を送っておられる方の対応についてのお話でありますが、全国39都道府県に町民の方が避難をされている現状では、避難先自治体との連携を図りながら介護施設等の紹介など避難先自治体の資源活用を進めております。福島県内においては郡内4町の連携はもちろんでありますが、2月の双葉地方町村長会議において福祉施設等の整備にあたっては、郡内において整備する場合や、やむを得ず避難先自治体で事業再開するための整備においては、震災前に立地していた自治体以外の町村でも、応分の負担をすることを申し合わせております。これにより、施設の整備促進と負担軽減を図り、さらに被災者が相互利用できるような体制を整えてまいります。また、避難先自治体においては、連携を密にするとともに、
地域資源の活用も含めて調整してまいりたいと考えております。高齢者福祉の対応については早間議員が言われる通り重要な課題と受け止めておりますので、町としては介護予防を中心とした事業推進、介護施設の事業再開に向けた福島県関係機関との調整を十分に図り、課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。双葉町も3月6日のちょっと新聞見ましたけども、約 1.52 倍となって増えております。鹿島町では100床のところ約300人の待機者がいるということですね。それに片や東京都では4万3000人の待機者、舛添知事は特養待機者に対して国有地、都有地の活用、集合住宅の高層化による空き空間の利用など施設設備に対してありとね、あらゆる手段を使って待機者の解消をしたいとこう述べ、意欲的に述べられております。このことについて私たち避難者に国、県、町もっと真剣に取り組んでほしいと思います。町長もご存知のように避難先の孤立、ストレス、通常の生活をしているわけではないわけですよね。避難生活も長くなると同時に老いも一緒、介護も一緒についてきます。高齢者や介護されている方々に少しでもですね、夢や希望を持った生活をさせていただきたいんです。また復興まちづくり第一条の中の当面の強化していくべき課題の中にも盛り込まれていますし、省庁が述べられております4条との協議も期待、まだまだ期待しております。安倍総理が実行なくして成功なしという言葉が話されていますが、一日も早い具体化、見通しを待ってますし、規模的なものについては制約があると思います。先ほど話しておられました、社会法人ということですね。でもそれは特例とか特区、やはり避難している私たちにやっぱりそういうことばっかり言ってたらいつになったらこれできるのかっていうことなんですね。やはりこの前も話されてましたけども、もう時間がないんだからもう日にちを切ってほしいという言葉を私は今日聞いてきました。やはりいつまでもう県と協議では話になりません。もう皆さん優秀なやっぱり副長、そのはじめ皆さん課長さんがおるわけですから、やはりこれ高齢化っていうこと本当に切実な問題ですよね。皆さんも一日一日年が取っていきます。そんな中でやはりこれ重点的に考えていただきたいと私は1年間お話ししてきました。で先日ちょっと新聞を見ましたら、新聞の中に福島再生加速化交付金新規事業の具体的な例が載っていましたが、その中の事業計画が提出され、例えば載っていて、その中にね、事業計画が提出され次第審査して交付を決めて出すって書いてあります。これ新聞あるんですけども、で、まあ、新聞しか私もちょっとあれなのでできませんでしたけども、やはり待っている町民ね、少しでも早い再開を望んでるっていうことなんです。だからこれ先ほども何度も言いますが、もう前からもその社会法人と出てきますけども、やはりそ特例特区っていうのは何ですかね、特例とかなんか、やはりこれ早く進めていただきたいんですよ。で、何度も言ってるんですけど、私も避難生活して例えば県外の方、やっぱりいわきは今度南の方にね、そういった施設を作るって言ってますけど、やっぱ県外の方はどうされるのかなと思って、皆さんこれ50床だけで済まされるのかなっていうのも本当に不安っていうか少なすぎんじゃないかなと。小さくても例えば2カ所とかだって、これ先ほども言いましたけど、鹿島町で300人の待機者なんですよ、100床に対して。
もう学校再開ももう本当に町長さん、今ちょっと一安心したかなと思うんだけども、やはりこれからこの高齢者に向けては、もう重点的に取り組んでいただきたい問題と思いますが、もう一度、再確認の意味で答弁をお願いいたします。はい、議長。町長、じゃあ、志郎君。はい。早間議員の再質問にお答えいたします。全く議員のおっしゃっている意味は理解しておりますが、先ほど来、答弁の中で申しておりますが、事業主体は、あくまでも社会福祉法人だということをまず一つご理解いただきたい。で、町として、どういう支援ができるかということで、県の高齢福祉課、そしていわき市などにもその事務レベルでのいろいろな、許認可に関する対応をいろいろと交渉をして、今ようやく用地の取得に向けての、一歩進んだというふうに伺っております。そういったことで、地元の理解、我々受け入れ自治体の中に、避難先自治体の中に我々避難している自治体が、お世話になっている状態なので、その受け入れ自治体の制度そのものを活用するということは非常に難しいというのはご理解いただきたいと思います。そういった意味で、まず非常に大変な事業だと思っておりますが、先般、昨年いわき市長と被災している双葉の八ヶ町村との会議がありました。その中でいわき市長に直談判をしたところ、いわき市長からそういったものの考えに対するご理解を得られて一歩進んだのかなというふうな考えをしております。そういったことで、このいわきに、計画建設予定をしております、社会福祉法人の施設に関しては、なるべく早く、進ませていただきたい。また町としても、行政として関われる、いろいろな支援をしていきたい、そのように考えております。県内の避難をしている町民の皆さんに対してのそういった施設の提供でございますが、先ほど答弁の中でも申し上げておりますが、双葉郡の町村会の中で、相互扶助というような考えからそれぞれ、相応の補助を出しまして、各避難をしている、各町村自治体で作っている、福祉施設もありますし、これは福祉法人ですので、その辺の非常に運用は難しい部分がありますが、各自分の町の村の住民だけではなくて、双葉郡から避難をしている避難先の避難をしている住民の皆さんに対しても、お互い協力し合おうと。例えば今回双葉町で対応をしようとしている社会福祉法人のこのいわきで許可がいただいてできたとしても、双葉郡内の避難をしている人たちを入れると。また双葉で例えば郡山で避難をしてそういう施設に入っているという場合は、今現在は東風荘ですか、富岡町、そういったものがありますし、そういうふうな連携教育と協力ということで、お互い双葉郡の中での協力関係を構築していくというふうな申し合わせをようやく先般したところでございます。そういったことで、それ以外県外の皆さんに関してどうするかというただしでもありますが、そういったものに関しても当然町としていろいろその各都道府県自治体、それらのものに関してお願いをしていかなくてはならないし、待機していて現在高齢者の皆さんのそういった施設に関するものは非常に待機の状態が長くなっているというのも伺っております。そういったことをどういうふうに解消できるかというのは、これは国としてそういうふうな制度ももちろん作っていただかなくてはならないですし、我々としてもそのことに対して国に働きかけを今後もしていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。はい、一番早間健吾君。先ほどですね、町長は行事をこの協議の中でも総合的にこうやっていかれると、例えばね、協力しながらやっていかれると聞きましたが、それではいわき市に50床とか9床とかグループホーム作るっていう話をされてますが、その今鹿島町で300人も待機者がいるのに、その50床でね、例えばいわきに住んでる方は双葉町だけではない、じゃあそういう方も入れていくとなった場合、それだけで間に合うのかなっていうことが、そこに疑問が出てくるんですよね。それとやはり特例特区って今国もすごくそういうな言葉を使って私たちにこれメディアにも流しますね、特例特区を使ってどの子をする、やっぱりそういうようなことをもっとできないのかなと、型にはまった
やっぱりその施設とかを作るっていうことはそれは何でもできますよ、何とかすれば。でもやはりこの時期ね、今皆さん避難してて 1.5 倍、2倍も増えてる、3倍も増えてる、約2倍になる。これから高齢者、私もその高齢者の中にも入るんですけども、そろそろね。でそういう高齢者が増えて、こんなに増えている中で、やはりその空き空間の利用って先ほど都知事さんが話しましたけども、そういう利用もできないのかなって思うんですね。多分町長は人手が足りないとか、ね、そういうあれがいないとかってこう言われるかもしれない。でも前の JA さんあたりにはそういう教育をされたはずです。ですからやはりこれはどうしても進めていただかない問題じゃないかなって。まあ自分もあもうだんだんね、自分じゃなくて皆さんもそうです。やっぱり生まれてから必ずそこにお世話になるかもしれないんですね。だから重点的に考えていただきたい問題です。答えがなくても結構です。はい、あ、いい、はい、それではですね、2番に入ります。臨時財政対策対について、町の平成、これ書類がなくて、平成13年度から24年までの臨時財政対策税の借り入れ残高は17億2347万円となっております。毎年約1億5000万の近くの借り入れによっての残高も増えてきました。町の収入を見ると、東日本大震災により税収入の落ち込みなどにより一般財源が減少してきています。記載の召喚には一般財源を充当していくことになり、財政運営が厳しくなるかと思われますが、召喚をどのように進めていかれるのかをお尋ねいたします。また臨時財政対策債に対する交付税措置額についてもお伺いいたします。会議長、町長。町長、伊沢志郎君。はい、2番目の臨時財政対策債についてのお尋ねでありますが、臨時財政対策債は国の地方交付税会計の財源が不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、地方公共団体への地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして地方公共団体自ら地方債を発行させる制度であります。この管理賞金全額が後年度の地方交付税に参入されるために、実質的には地方交付税の代替財源であり、総務省においても地方交付税と同様に一般財源として扱われております。当初平成13年度から3か年の臨時的措置でありましたが、国において地方交付税の原資不足が解消されないことから、現在に至るまでこの措置が延長されており、平成27年度までの措置となっております。平成28年度までの措置となっております。臨時財政対策債の元利償還金は後年度の地方交付税に全額参入されるとはいえ、地方債であることは変わりはありませんが、あくまで発行が可能なものであって、発行しなければならないわけではなく、地方公共団体の責任と判断で発行できるものであります。このため財政の早期健全化基準を超えていた年次からこれまでも臨時財政対策債を発行しない場合には一般財源が減り、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が悪化する原因の一つにもなるため、他の記載は発行せず、後年度の財政負担を考慮して計画的に臨時財政対策債だけは発行してまいりました。しかし記載には変わりありませんので、今後の復旧復興に向けてはできる限り国県の補助金交付金等を活用し、基準の執行をしていくとともに、無理のない計画的な財政運営の中で借入、借入れ、償還をしていくこととしております。また臨時財政
臨時財政対策債にかかる交付税措置額につきましては、平成25年度においては、平成13年度から平成24年度までの発行可能額の合計額に一定の補正係数等を生じた額1億880万4千円が基準財政需要額に算定されております。はい、これ平成13年度からずっと買ってきて、こういう今まで17億2,347万円となり、利息ちょうどその用紙評判の33番が19年度からないということで、ちょっと19年度から24年度までちょっと計算してみた利息が約1億3000万、1億300万かなとなっておりますし、やはりこのいつまでこれ27年度までと言いましても、その後はじゃあ全部その国でね負担してくれるのかって言ったら、それはどうなのかなと思うんです。やっぱり17億もまた今年も財政対策債が増えてきてますし、やはりそれが27年度で、先ほども28年度とかで終わりって話しましたけども、28年度の17億円、まして今度は27年度までですけども、その先、まだ今年もまた借りる予定でありますけども、それがまた増えていって、それを今度に終わったら、それどういうふうに全額国で見ていただけるんでしょうか。これ利息も払われてるんですよね。はい、お尋ねいたします。会議長。長長、江沢志郎君。はい。早間久美子議員の再質問にお答えいたします。国で、そのような対応をしていただけるというふうに伺っております。はい。はい、一番、早間久美子君。いただけるっていう話ですので、いただける。まだするではないですので、やはり交付税で措置される金額も増えていきますが、臨時財政対策債発行額も増えています。利子も一緒ですし、財政の指標にも影響を残すと思います。将来の負担を残さない、残すことのないように考慮しながらの返済をお願いいたします。終わります。